どうも小走りです。今日はですね、もう秋じゃないですか。なので結構皆さんからリクエストも多かった秋メイクをしてみました。本当に秋っぽいカラーでまとめて仕上げてみたので参考になればと思います。そしたら早速メイク方法です。どうぞ。そしたらまずこちらのキャビアライムハイドラモイストクリームを顔全体に塗ります。こんな感じで全体に塗れたら、ミノンのアミノモイストバラシングベース UV を顔全体に塗ります。もうね、これベースもなんですけど、スキンケアもね、一式ミノンに変えたんですよ。めっちゃ肌の調子良くなって、今ちょっと寝不足で荒れ気味なんですけど、めっちゃ綺麗になりました。で、これを薄く全体に、こうやってね、最後叩きながら塗ると皮脂とかが出にくくなります。あとこれだけでね、すごいトーンアップしてくれる。めっちゃ肌白くなったもんね。しかもね、自然な明るさにしてくれるので、なんかね、内側から白いみたいにしてくれます。で、次にファンデーションなんですけど、最近このファンデーション使ってて、メイクアップベース&ムースのライトを使ってます。これがうちが行ってる脱毛サロンのファンデーションなんですけど、めっちゃ良くて、全然ね、よれなくて、密着度もすごいので、めちゃくちゃ伸びがいいから、今こんぐらい取ったんですけど、全然ね、足りる。これをまた肌全体に塗っていきます。あとね、これがミネラル成分でできてるから、確かね、6000円ぐらいするんですけど、容量たっぷりだし、肌が本当に荒れにくいから、なんか普通に買えるかはわからないんだけど、おすすめです、最近の。はい、こんな感じで仕上がったら、そしたらちょっと唇を先に下地的なものを塗ります。これがね、もうカバンの中身紹介で結構やっちゃったんですけど、このレアナニのプレミアムトーンアップルージュを塗ります。今は結構色ないんですけど、ほら、こんな感じでね、結構発色が良くて色がついてくれます。もっとね、リップクリームを塗らない状態だと、もうちょっとね、秋っぽいテラコッタのカラーになります。この 3CE のマットリップの220番、これを中心の方に塗ります。はい、こんな感じでとりあえず放置。なんかあれだね、なんだろう、異様にカメラがね、赤みを増してしまうんだけど、こんな赤くないんだよね。めっちゃ赤く見える。ちょっと色味が違ったら申し訳ないです。本当にもうちょっとね、落ち着いたオレンジのカラー、普通。そしたら次にアイメイク、めっちゃ可愛いアイシャドウを見つけた。こちらのリンメルのロイヤルヴィンテージアイズです。これね、めちゃくちゃ可愛い。本当に綺麗な秋色。まずこの一番明るいカラーをまぶたと涙袋に塗ります。これがすごい綺麗でさ、なんか白だと思うじゃないですか。若干ね、ピンクラメっぽいのが入ってて、すごい綺麗な色きます。明るいかな。わかりますかね、なんか真っ白ではないんですよね。ちょっとね、ピンクっぽいから、すごい肌なじみのいいカラー。はい、こんな感じで、なんか塗ります。そしたらこのカラーを二重幅に塗ります。これがね、オレンジっぽいゴールドっぽいカラーで、ほら、めっちゃ綺麗。すんごい綺麗なカラーですよね。結構ね、秋メイクは目元とかも濃いめにしたいので、目尻にしっかり入れます。はい、こんな感じ。そしたら次にこの一
一番濃いカラーをチップに取って目の際に入れます。でね、結構ね幅広めに塗ります。多分これはね一重の人でも映えるメイクになります。この目の際にほぼ一直線に入れると一重でもね結構綺麗にデカめになりますよね。てか一重の時めっちゃこのメイク方法やってた。もうほぼ二重幅みたいな感じで塗ります。はい、こんな感じで塗ります。そしたらこの2色を混ぜて目尻3分の1に入れていきます。多分ね人によってはねこのカラーを使ってもめっちゃ可愛い。どうしようかな、どっちのカラーがいいかな、どっちにしよう。やっぱりちょっとこの2色にしてみますか。赤も多分気になると思うからこの2つを混ぜて目尻に描いていきます。結構こうやって下見た時にこの涙袋のところにつなげる感じで描くとデカめになります。めっちゃがっつり入れる。秋は濃いめ。はい、こんな感じです。そしたら次にアイラインとか涙袋の影を描きます。住み慣れた若い家にまずこのファシオのスリムアイブロウペンシルの BR300 番を使って涙袋の影を描きます。影ももう最近濃いめなんですけど、お腹すいた。ここら辺に下向いた時にできる涙袋のゾーンにがっつり描いて爪とか指でぼかします。こんな感じです。アイラインがラブライナーのペンシルアイライナーのミディアムブラウンを使用します。でその日によってね垂れ目にするか釣り目にするか最近すごい迷うんですけど、今日はちょっと垂れ目でいきます。で跳ね上げもしない垂れ目、ちょっとくぼんでるところあるじゃないですか、爪が自然に乗っかるところ、そこに置いて上に描きます。こんな感じ。もうちょっと長くてもいいかも。はい、こんな感じです。結構ね爪とかでぼかし気味に描きます。結構今左右差がもう本当に目の位置違うよね。眉毛とかもこっちがすごい下がってるんですよね。噛み合わせとかかもしれないけど、まあ、こんな感じでアイメイクを待って。で最後にこのセザンヌのシングルカラーアイシャドウの4番を涙袋とまぶたに塗ります。キラキラだったらねあのなんか16ブラウンドだっけ、16って書いてあるさ前紹介したやつもでも全然大丈夫なんですけど、最近はねこのもともとあるこの白のさラメがすごい綺麗だから、これをあまり邪魔しないように塗ります。涙袋の目頭にちょっとで、まぶたのこの中心に塗ります。でマスカラはねいつもと同じヒロインメイクのボリュームコントロールマスカラ2番とあと資生堂のビューラーでパパッと仕上げます。
こんな感じで塗ります。そしたら眉毛とチークに入ります。眉毛はね、一式紹介しちゃうんですけど、上からファシオのパウダーアイブロウペンシルの GY1 番と、ケイト 3D アイブロウカラーの BR2 番と、ロージーローザーのアイブロウのやつを使います。まずこのファシオのペンシルでこうやって大体の形を描きます。こんな感じ。眉頭には描かずに眉尻のみに描きます。そしたらこのロージーローザーのやつでこうやってなじませて、ほらこんな感じ。眉毛ね、昔よりすごい上達したと思う。自分で言うのもあれだけど。で最後にこのケイトの眉マスカラで、この上下にね、うちはよくやってます。この真ん中の黒くなりやすい部分はちゃんと毛に逆らったりして塗る。はい、これで眉毛が完成です。なんかね、ちょっとね、下手だった眉毛ね、ちょっと下手だった。こんな感じでやったら、次にチーク、ハイライト、あとリップの仕上げです。そしたらチークとハイライトが3シマリンググローデュオの1番、こういうカラーのやつなんですけど、濃い方をチーク、こっちの薄い方をハイライトに使います。まず濃い方をこの頬の部分にポンポンポンって置いていく。で最近ね、このショートにしてここら辺が開いて印象が強く見えることが多いので、この下の部分、頬骨の下の部分にもちゃんと塗ると印象が柔らかくなります。はい、こんな感じで結構濃いめに塗ります。そしたらハイライトの方を鼻の間からちょっと間開けて、鼻の先端部分と唇とちょっとおでこじゃない顎とこの高いところにも少し塗って、完成かな。完成です。こんな感じ。あ、完成じゃないや。で仕上げ、仕上げにロレアルパリのシャインオンの930番を唇に塗ります。魔法がかかるレベルなのでちょっと見ててください。これをね、中心部分に塗っていきます。ほら、一気にね、秋っぽいカラーにしてくれます。はい、こんな感じで秋メイクが完成しました。そしたらヘアセットをしてきます。はい、ヘアセットも完成しました。結構ね、ちゃんと秋っぽさのあるメイクになったかなと思います。言ってしまえば結構ね、リップのカラーで秋メイクって変わると思うんですけど、これが結構最近の毎日メイクなんですけど、ガラガラとね、毎日メイクとかも変わるので、多分ね、また秋メイク紹介するし、来月ハロウィンなので、そちらも楽しみにしててください。では今日の動画はここまでです。少しでも気になってくれた方はチャンネル登録と高評価お願いいたします。ではバイバイ。